壁面のゴムの色移りですね、綺麗になってますね。こんにちは、茂木和也です。今回はお風呂の壁と床、そしてバスタブの掃除をしていこうと思います。どんな洗剤を使って掃除をしていくかと言いますと、今回はこちら、モテギカズヤシリーズのオレンジクリーナーを使って掃除をしていこうと思います。なぜこのオレンジクリーナーを使うかと言いますと、黒い汚れがうっすら残っているんですよね。そこにポンプのボトルがありますけれども、マグネットでくっついてるんですよ。こんな感じで。で、まあ、ペタペタ、いろんなところに貼り付けてますから、このマグネットの黒い色がですね、全体的にうっすらついているんですよね。オレンジオイルの配合量は大体の雫よりもだいぶ薄いですから、そこの汚れ落ちも気になるところですが、ただオレンジオイルが入ってますし、あと他にも洗浄成分いろいろ入ってますから、汚れ落ちはとてもいいんですよね。で、このオレンジクリーナー、ここに書いてる通り、浴槽だけじゃなくていろんなところに使えるんですよ。レンジフードとかガスコンロとか、そういった結構ひどめな油汚れもしっかり落ちるんですよね。その理由がオレンジオイルも入っていることと、液性がアルカリ性なんですよね。溶剤も入ってますし、もちろん界面活性剤も入ってるということで、もう一つチェックしたいところがですね、我が家のバスタブ、ここからもわかると思うんですけれども、側面が青っぽく緑っぽくなってるじゃないですか。これ銅石鹸なんですよね。この銅石鹸に対してこのオレンジクリーナーがどの程度落ちるのかというところも合わせて確認していきたいなというふうに思っております。では早速掃除を始めていきます。まずは壁面から洗っていきます。では壁面に吹きかけて、そしてバスボン君を使って洗っていきます。一通り洗い終えましたので、シャワーですすいでいきます。掃除が終わりましたので、気になっていた2つの点を確認していきたいと思いますけれども、まず一つがこの壁面のゴムの色移りですね、綺麗になってますね。それともう一つが銅石鹸なんですけれども、ここまで落とすことができました。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。